私たちが行くお好み焼き屋さんはいつも決まっていた。道頓堀という漢字の名前のお店である。自分たちが鉄板で焼き上げる定番型のシステムだ。お店側の社風だろうか。いらっしゃいませや、ご注文ありがとうございますの後に、ポンポコポーンと付け足して、言う。お店のイメージキャラクターである、狸を全面的に押し出したパフォーマンスである。おお、おぞましい。客は、そのパフォーマンスの度に苦笑いだ。初めての客は、寛大な御心で変なのとなるが、私どもは、聞き慣れすぎて、鉄仮面のごとく、表情が硬い。そんな、お好み焼き屋で、お米主体が活動を、始めた。どうしてもお米主としての理想の形を目指したい。だから、混ぜこぜにして焼くのでは意味がない。片面にご飯の層が欲しい、焼きおにぎりみたいな層が欲しい。だから、焼いたご飯の後、その上にお好み焼きを作りたい。しかしこれが簡単ではないのだ。くっつかなかったり、焼きすぎてご飯が硬すぎたり。失敗しては、平らげる。一人で、二枚も食べたら、満腹になってしまう。そして、足早に帰ることになる。食べれないなら、帰るしかない。我々の夕飯は、お好み焼きの日々が続いた。そこでやっと気づいた。失敗を繰り返した末、一枚ずつでは研究がはかどらないことが分かった。ということで、一枚のお好み焼きを、三分の一ずつ、作ることにした。三分の一、三分の一、と、微妙に、ご飯の量や焼き加減を変えて試した。なんと、残りの三分の一には、生地になる出汁汁が、少なすぎるよ。目分量だから、うまく均等にできず、残りの分が少なくなってしまったのだ。これでは、中途半端になっちゃうな。すると、牛くんは、店員さんを呼んだ。焼いてたら、蒸発しちゃって。もう少し出汁汁もらえませんか。食に対して、強欲な、牛くんは、ご飯を混ぜていることを伏せて、蒸発した、と説明づけた。もらえないわけがない。私とペンギンくんは、本当に、今の説明で、出汁汁をもらえるのか半信半疑。店員さんは、男の店員に、駆け寄り、相談している模様。この後、予想できなかった展開に、発展した。